おはようございます。花レモさん、今日はね、じゃあアンチテーゼでいきましょうか。挫折して後悔すれば人生は変わる。そこにアンチテーゼを盛り込むとしたら、まずはその前にね、確かに花レモさんは、そして多くの人はね、挫折とか後悔によって大きく育てられて、そこから奮起するきっかけを得たり、成功へのね、階段を進んでいくというね、美談になるんですね。とかく美談にしがちなんですけども、ここからアンチテーゼです。挫折して後悔した結果、もっと悪くなるって人がほとんどなんですよ。そこでね、男女関係のことにまた話を持ってきますけども、やっぱこう別れた後、いい人生をつかんだ人は、あの経験があったからっていうふうに過去を自己肯定しがちなんですよね。そして美化したその過去に対して称賛する人がいるのも確かなんですよ。でもね、理不尽に別れられて、その後何のケアもなくってやけになってしまったりとかね、もっと悪い人間関係に巻き込まれたりとか、自暴自棄になってみたりとか、中には死んだりっていうの例の方が多いわけなんですよね。特にね、心の傷とかっていうね、また甘美な言葉は私は使いたくないんですけども、肉体的な傷を負ってしまうと、忘れたくても忘れられないというかね、そんなこともあるわけですよ。いわゆるトラウマってやつが肉体に掘り込まれるわけなんですよ。ここではね、もうその精神では超えられない部分があるんで、だからこそ別れるんでしょうけどね。別れたらその人の人生も知ったことじゃないわけですから、だからすっきりと自分は再スタート切れるわけなんですよ。これがいろんな悲劇を生んだりとか、中には大きな利息となってね、十数年後に復活してくるんですよ。これがね、だから20代でやった落ち度は40代でとてつもないエネルギーになって、まだ昔のことそんな根に持ってたのみたいなことがね、バン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 起きてくるんですよね。これが凄まじいですよ。この10年間以上の怨念がこもってるっていうのが、これね、普段ね、美しい暮らしをしているとね、忘れるんですよ。だから成功して絶頂にあるときに急に出てきますからね。というよりも成功したからこそ出てくるんですよ。自分はこんな目にあったのに、あいつはこんな幸せになってるの許せないとかいうふうに、男から女でも女から男でも、ね、思うわけなんですよね。で、うまくいってれば目立ってくるんですよ。おこぼれをもらおうとかね、あんたのせいでこうなったんだみたいな来るんですよね、これがね。だから愛憎劇っていうじゃないですか。愛情が深ければ深いほど憎しみも深いというね、その一例なんではないかなと思います。だからね、挫折とか後悔っていうものを経験して、そこから奮起できる人っていうのは、本当パーセンテージとしては低いんですよ。ほとんどの人が後悔したら後悔しっぱなしで、挫折したら挫折しっぱなしで、もう立ち直れないと。立ち直ってないのに自分の人生がうまくいかないのは、あの経験があったからで、あいつのせいだっていうふうにずっとなるわけなんですよね。これがね、本当に大きな嫉妬を生むわけなんですよね。時にはですね、恋愛に関して言えば、時には別れた、例えば男女関係があって、男性がね、恨みを持ってるとしたら、女性が幸せになったその先にいる男にかなり来るわけなんですよ。で、なんかわかんないけど、恨みを買った男が邪魔されたりね、害されたりとかするというね、ことが、よく火曜サスペンスドラマになってるわけなんですけどね。でもドラマになってヒットするってことは、それに共感を呼ぶってことなんで、あれがね、本性なんでしょうね、きっとね。だからこそ私は思うんですけども、男性はね、遺恨を残すようなやっぱ20代を全て清算して、多少高いものについても金で計算してね、金で解決して30代に入った方がいいなと思うんですよね。そうするとね、立つ鳥跡じゃないですけども、もう何もない晴れ晴れとした気持ちで再スタートできるんですよ。で、男性に対してね、本当に唐突な別れ方をした女性はもっと実はやばいんですよ、これが。女性が追い詰められるっていうのはね、すでにね、もう命に直結しますんでね。だから、ああしまった、変な別れ方しちゃったなーっていうふうに思ってる女性がいるとしたら、その女性と今ね、幸せに暮らしてる男性の身辺に気をつけた方がいいなと。かなりね、危機が訪れていて、男性は話さないですからね、悔しいですから、そういうこともあります。これは花江沼さん向けなんで、女性に対するメッセージを送ってもしょうがないですけども、いやーなんかね、こんなことを私も語れるようになったかぐらいのもんですよ。おかげさまでね、私は今のところね、悪いこと起きてないんですよ。というのが、20代は持てなかったんで、20代で遺構を残すことがなかったという。これがね、だから男性視点なんですかね。もう男としてはいい感じの都合をつけして過ぎているということで、もしかしたらね、恨みを花を咲かして培養している女性が
当時は美しかった女性が今ではね40代のおばさんになって私を狙ってるのかもしれませんけど、まあそんなことないでしょそんなことないよねまあこの動画見てなんか覚えがある人はねコメント欄に書いてくださいね、まあ、多分いないと思いますんで、という感じでね、ちょっと茶化してみましたけども、後悔して挫折したら人生が変わると言えるのは本当に一部なんですよ。ほとんどの人は後悔し挫折してそして反省したんだけどもさらに深い 沼にね入っていくんですよ。全く反省がないと言ってもいいぐらいです。結果的にはね、本人は反省したつもりで学んでるつもりなんですよ。でも全く学んでないんですよね。それはね多分自覚ができないからそうなってくると思うんですよ。だから客観的に見たらなんでこんなバカなことを繰り返してるんだっていう人がこう溢れてるわけなんですよね。溢れてるんだけどもなかなか言い出せないんで言わないというね、そんなことになってきております。うん、まあ今回はそんなところで終わっておきましょうか。だからねなんかねその人生が変わるってよく言いますけどね、変わんないんですよね大抵の人は。変わる人ってのは最初からそんな人生になってないという身も蓋もないことですけどそんなこと言ったら、でもやっぱり人っていうのは希望があれば元気よく生きていけるっていうところがありますから、変われない人に対して頑張れば変われるよっていうような励ましも必要なんだろうなというふうなことらしいんですよね。まあだからいろいろ言いましたけども、もうそういうのを打ち破って一からねスタートできるような、まあ、精神力が最後はものを言うんだろうなと思いますよね。まあ、その精神力がいつ培われるかってことが分からないんだよね、またね。10代でそうなるのか20代でそうなるのか、いや一生そうならないのかもしれないですね。もう学べばいいってもんでもないですし、経験すればいいってもんでもないですし、まあ、なんでしょうね、まあ、最後はねボロボロというふうな形になりましたね、まあでもねもう一回だけまとめましょうか。後悔して挫折して人生が変わる人はほんの一部であって、ほとんどの人はもっと悪くなるというね、もっと悪くなってそしてうまくいって復活した人の邪魔をするという図式がここにあると。それが20代できっちりと清算して30代に入らないと40代からダメージがむちゃくちゃくると、もう悪意に巻き込まれて終わりということになってしまいますんで、ご用心。